休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。鳥屋慶生議員。議長よりお許しをいただきましたので、議員番号1番、鳥屋慶生、一般質問をさせていただきたいと思います。まず一つ目に、6月議会から、肥料高騰に対する執行部の方々の迅速なご対応のおかげで、生産者から喜びの声が上がっております。本当に迅速な対応ありがとうございます。そして今回は、輸入飼料の価格が国際情勢、また円安の影響により価格がかなり速いスピードで高くなっております。実際に現在日本は農耕飼料、いわゆるトウモロコシ、小麦、大麦、大豆などの飼料は8割以上が輸入でございます。また牛が食べる牧草なども7割以上が海外からの輸入に頼っております。ですので非常に海外情勢の影響を受けやすい状況となっております。四万十市内の畜産農家からもここ2年で餌代が約200万円ほど上がってしまったという、大変悲鳴に似た声も上がってきております。そこで、現在の状況を把握したするために、質問をさせていただきます。現在市内の畜産農家数とその内訳を教えてください。朝比奈農林水産課長。はい、お答えします。市内の畜産農家数や家畜飼養頭数の状況でございます。令和4年、家畜頭数調査によりますと、肉用牛3個98頭、ごめんなさい、乳用牛3個98頭、肉用牛4個238頭、採卵鶏2個1700羽、ブロイラーゼロとなっております。なお、養鶏につきましては、100羽以上で、土佐次郎を除いたものが、当該調査対象で、豚につきましては、1個のため、統計上は計上されておりません。はい、以上でございます。鳥屋慶生議員。はい、ありがとうございます。畜産農家数は本市において、確かに決して数が多いわけではございませんが、だからこそ本市の名産品や観光資源の一つとしても重要な産品だと認識しております。また6月答弁でも質問させていただきましたが、土作りに必要な堆肥の供給資源としても貴重なものですので、畜産農家は欠かせないというと思っております。続きまして、飼料価格の推移と国や県の補助対策についてお伺いしたいと思います。お手元の資料をご確認いただいたらと思うんですけど、配合飼料工場受け渡し価格の推移ですね。これは配合飼料供給安定機構というところが発表しているものでございます。まずはじめに令和4年度、本年7月、推計ではありますが、これは実際にほぼ近い数字となっております。9万9131円、1トンあたり、過去最高値となっております。平成27年1月、6万9015円から比べると約3万円ほど値上がりをしております。この現状を踏まえ、国や県の価格補填対策は、どうなっているでしょうか。朝比奈農林水産課長。はい、令和4年、7月から9月期の配合飼料価格供給価格につきましては、飼料情勢、外国為替情勢等を踏まえ、令和4年4月から6月期に対しまして、全国全畜種総平均トン当たり1万1400円値上げ、また先ほど議員申し上げました、最近の報道等では、配合飼料の価格は2年前のおよそ 1.5 倍に値上がりをしております。このような状況の中、まず国の支援策でございますが、配合飼料価格安定制度がございます。
これは配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、まず民間生産者と配合飼料メーカーの積み立てによる通常保証、また異常な価格高騰時に通常補填を補完する異常保証、これは国と配合飼料メーカーが積み立てております。これらの2段階の積み立てによりまして、生産者に対しまして補填金を発動するセーフティーネットであり、最近の価格高騰を受けまして通常保証につきましては令和2年度第4四半期から異常保証につきましても令和3年度第1四半期から発動しまして、両保証とも現在まで発動中ということでございます。次に県の支援策でございます。これは今年度の6月補正で措置されたものでございますが、先ほど申し上げました国の配合飼料価格安定制度に対しまして、畜産農家から積み立てるセーフティーネット基金の上昇分を支援する配合飼料高騰緊急対策事業や、飼料価格高騰等により生産費が増加しております酪農農家に対しまして、所得減少分の一部を支援します酪農経営安定緊急対策事業がございます。以上でございます。鳥谷敬生議員。はい、はい、ご丁寧のご答弁ありがとうございます。いずれの制度も一部、欠点がありまして、直近1年間の配合飼料の平均価格を基準価格とし、飼料代が基準価格を上回った分だけ補填されるという制度でございます。まあ、3ヶ月に一度行われる価格改定のたびに現在値上げが続いております。当然値上げ分は補填されておりますが、しかしながら配合飼料の価格の値上げは長期化し、基準価格そのものが値上がりしているため、いくら値上げ分は補填されても実質的な農家の飼料負担は増え続けている認識でございます。また令和4年7月の価格が過去最高値ということは、令和5年になった場合この価格が多少上がっても補填される分は令和4年の価格を基準にした補填額になります。また令和5年もし多少飼料が下がったとしても当然補填額はありません。こういった現状を踏まえ、農家は当然牛や鶏餌を切らすわけにはいけませんので、常に現金預金の目減りをしております。こういったことを踏まえ、肥料高騰対策のように市による独自対策が必要ではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。朝比奈農林水産課長。はい、先の7月議会で、7月臨時議会で、その時点で支援策、国、県の支援策がない肥料高騰対策について、市の独自支援策としてご承認いただきました。ありがとうございます。議員のおっしゃいますように、肥料高騰と同時に、飼料の方も非常に厳しい状況が続きまして、畜産農家も悲鳴を上げているというふうなことはもう承知をしております。ただ現時点で、国県として、先ほど申し上げましたように一定の支援策は打ち出されております。先ほど申し上げました配合飼料価格安定制度でございますが、議員もおっしゃいますように直近1年間を基準価格として見るというその上げ幅に対しての補填ということで、そのスキーム自体を見直しをしてくれというような要望がですね、全国の各農業団体、また県議会あたりから農水省に向けて要望活動がどうも行われているとお聞きをしております。また県に対しましては8月26日に県の畜産農家の代表者の方たちが県庁を訪れ、農林水産部に対しまして何らかの負担軽減策につきまして支援も要請をしているというふうに報道等でも出ておりました。
まあ、今申し上げましたように、今後、国県の追加支援策の状況、周辺自治体の支援状況も見極めながらですね、市独自の支援策につきまして、担当課としましても、必要性を検討していきたいと思っております。以上でございます。鳥谷敬成議員。はい、ありがとうございます。この点につきまして、農業経験もある市長のご見解もぜひお聞かせしていただけたらと思います。中平市長。今ほど質問そして答弁お聞きいたしておりまして、まあ、実際今99,000円約10万円というのが基準になっておりますので、これ来年度これが今のままの制度であれば当然農家についたら約3万円1年前から言うとその負担が延々と続くということですので、大変経営としては厳しい状況が想定をされます。やはり先ほど農林課長が農林水産課長がご答弁申し上げたように、国の制度としてやはりそこらあたりを見直しをしてもらわないと、なかなかここ今の制度をそのまま継続ではおそらく畜産農家はもうなかなかやっていけない農家が出てくるのではないかなと思います。それと、肥料等々についてもそうですけれども、実はロシアのウクライナ侵攻から当時水筒の肥料で、まあ、3,500〜3,600円のものがおそらく今6,000円〜7,000円ぐらい約倍近くになっていると思います。と同時に農業をやる場合には窒素リン酸カリというのが3要素などでありますけれども、ロックウルをやっている方々はもうその肥料がないとロックウルそのものができません。ただその肥料そのものがこのままでいけばなかなか来ることが厳しいなるのではないかなというお話も聞いておりますので、やはりそこらは注意深く見ていかなくてはいけないのではないかなと思います。また、農業のことで市としてやっぱ取り組むべきことは、昨日も、河村議員が新作物の話が出てまいりました。この新作物というのは農家というのはなかなかリスクがありますので、新しい作物をやるということについては厳しいものがありますので、そこらあたりはそのしっかりと行政がある程度フォローしていかなくてはいけないのではないかなと。ただそこの中でも全て農家普及ができるかというとほとんどできてないというのが現実でございます。まあ、自分が覚えているだけでもこれ西沢地域からの時でありますけれども、農業校舎でイスラエル栽培というトマトの栽培を行いました。もう30何年になりますけれども農家普及は一件もありません。そして雪穴にこねまりというのも行政そして JA で進めましたけれども、これも一時的には流行りましたけれども、今おそらく作っている人はいないと思います。そのように大変新しい作物を導入するということにはリスクが伴うものでございますので、河村議員の質問で8割ぐらいの成功確率がないとなかなか手を出したらいかんという話でありましたけれども、8割ぐらいの成功確率があるものであれば農家は全く苦労はしないというのが実際自分がやったの現状でございますので、リスクがあろうともやはり新しい作物を導入し、そしてそこの中で農家に所得向上を図る、合わせてこのロシアのウクライナ侵攻によりまして大変大きな問題になっています。肥料そして農薬そして飼料等々につきましてもいろいろな国そして県の動向を注視をしながら、また生産者の方々と意見交換をしながらその対応ができるような形で進めてまいりたいと考えております。鳥谷敬成議員。はい、中井市長、丁寧なご答弁をありがとうございます。本当に新規作物の導入に関してはいろんな、まあ、ことも考える部分があると思います。しかしとりあえずのこの高騰に対してはぜひ柔軟なご対応を、朝日奈課長の手腕もぜひ見せていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、2番目の質問に移らせていただきたいと思います。移住政策についてです。平成27年度人口調査から現在までで約2000人以上の人口が減少している本市は、経済規模の縮小や人手不足などの課題が上がっております。そこで本市の魅力をより活発に PR し意欲ある移住者を増やしていくことが必要だと考えます。そこで、お尋ねします。2020年から現在までの移住者の年度ごとの数と、年齢別の割合、また
もし分かれば定着率も教えていただけたらと思います。山崎企画広報課長。お答えをいたします。まず令和2年度からでございますけれども、移住実績が28組47名となっておりまして、年齢別の割合では20代以下が 7%、 30代が 18%、 40代が 39%、 50代が 14%、 60代以上が 22% となっております。次に令和3年度ですけれども、移住実績が28組53名、年齢別の割合では20代以下が 11%、 30代が 50%、40代が 21%、 50代が 11%、 60代以上が 7% となっております。それから今年度令和4年度は7月までの4ヶ月間の実績ですけれども、17組28名で、年齢別の割合は20代以下が 18%、 30代が 12%、 40代が 35%、50代が 12%、 60代以上が 23% となっております。で、まあ、定着率ということですけれども、ちょっと毎年調査は行っておりませんので、現状把握はできていない状況ですけれども、6割7割程度の定着はあったというふうに認識しております。以上です。鳥谷敬生議員。はい、ありがとうございます。特に30代40代は少し年齢が空いて60代が多いことが分かりました。ありがとうございます。続いて丸2番、四万十市への主な移住理由ですね。これいろいろあると思うんですけれども、大まかな傾向が分かれば教えてください。山崎企画広報課長。はい、先ほど言いました過去3年間の傾向になりますけれども、大きくはやはり自然を身近に感じられる環境で田舎暮らしをしてみたいという方、それから趣味のサーフィンとか釣りといったアクティビティを求めて移住される方が多くを占めてございます。それから移住の相談対応を行っております NPO 法人の職員が現地での聞く声によりますと、海とか山川の近くで田舎暮らしができるけれども、町までの距離が比較的近いということで、買い物とか病院といった利便性が良いところも魅力として挙げられていただいているということでございます。鳥谷敬生議員。はい、ありがとうございます。非常に四万十市の素晴らしい魅力を感じてくれて、移住してくれていることが分かって、大変嬉しく思います。また次にですね、3番目、移住者の相談体制、例えば住居のご相談だったり、仕事先だったりとかが分かれば教えてください。山崎企画広報課長。はい、支援内容ですけれども、四万十市では移住支援業務につきまして、NPO 法人四万十市への移住を支援する会の方に委託をしておりまして、相談対応から定住に至るまで、一つの窓口に、移住者に寄り添った支援を行っております。そういった中で、移住に至るまでの流れを、ごくごく簡単に申し上げますと、相談があれば、まずは移住支援登録をしていただくようにしております。その後、すべての方を対象に NPO 法人における面談を行った上で、本気度ですとか、どういったことをしたいかということを事前に確認をさせていただいております。その後、住居を探されている方については、市の空き家バンクに登録している物件の紹介、案内とかはさせていただいております。また、先ほどの定着率にも関連するんですけれども、県外から移住された方に限りますけれども、知り合いがいないというような中で不安を抱えられている方もいらっしゃいますので、3年間という限定ですけれども、例えば交流会をしたりとか、それから、住民トラブルがあればそこの支援をするなといった、地域に溶け込めるようなサポートも行っております。あと仕事に関しましては、基本的にはハローワークの求人情報を介して就職される方が多いんですけれども、中には介護分野といった資格を持たれている方、それから農業林業への従事を希望される方、それから自ら企業を考えている方、さまざまなご要望もございますので、そういった職種に応じまして事業所とか市の担当へおつなぎするなど、できる限りの対応を行うことにしております。以上です。鳥谷敬生議員。はい、ありがとうございます。
さまざまな職業に就かれて、特殊技能を持った方は専門職にも就かれているということで、理解しました。ありがとうございます。またですね、4番目に移るんですけれども、これ6月議会でも少し質問させていただきましたが、四万十市の取り組まれているこのこだわり給食をですね、より分かりやすい形で PR し移住促進をしてみてはどうかと思っております。と言いますのも、先日3日ほど前なんですけれども、大阪から移住された方がおられまして、お子さんもおられたので、どういうなぜ来られたんですかとお聞きしたところ、四万十市の給食が素晴らしいということで、こちらに来ましたとおっしゃっておりました。外部サイト等々ではこだわり給食が食べる四万十市ということで、全国の自治体の中でも例えば今治市であったり千葉県のいすみ市、あとは四万十市ということで結構上の方に上がってきております。で、四万十市の公式ホームページではなかなか書かれている部分が見つけられづらかったりとかですね、そういったこともお聞きをしております。せっかく素晴らしいお取り組みなので、これをしっかりと移住の方でも伝えていけたらとも思っておりますし、現在、このコロナウイルスが始まってから健康に対する意識がすごく全国的にも高まっております。こだわり食品を扱う大手流通会社等々も売上を伸ばしておりますし、現状ですね、農水省でも発表されております遺伝子組み換え食品、例えばトウモロコシ、大豆、菜種、今日本に約9割輸入しておりますが、その9割が遺伝子組み換えであるというふうに農水省も挙げております。こういった状況の中、子どもたちに何としてもいいものを食べらせたいという親御さんの思いは強い方もかなり全国では増えております。そういった方々に向けてしっかりと本市がこだわった給食を実施しているということをより分かりやすい形で PR してみてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。山崎学校教育課長。私の方からは本市の学校給食にかかります PR の部分についてお答えをさせていただきます。本市の学校給食では栄養バランスの取れた安全安心でおいしい給食の提供を目標といたしております。その中でも特徴的な取り組みとして地場産品の積極的な活用を図るとともに、食材の安全性に配慮し、できる限り無農薬減農薬による野菜や米を地元から優先的に購入し使用しております。これらの取り組みにつきましては、情報発信は議員ご指摘のとおりまだまだ不十分というふうに考えておりますので、市のホームページにおきましても、この掲載内容の更新を検討することと合わせまして、議員の方からはこだわり給食というお名前をいただいておりますけれども、本市の特徴的な取り組み内容を端的に表す名称を新たに設けるなど、魅力が伝わる情報発信に努めていきたいというふうに考えております。山崎各広報課長。はい、私の方からの移住対策ということで、PR の件についてご答弁をさせていただきます。先ほど学校教育課長から答弁ございましたように、四万十市の学校給食というのは、歴史のある特色があるものだというふうに認識をしております。移住相談の中で、学校給食に関する相談というのは、全体的の数から見れば、数字は少ないわけではありますけれども、ただ、奥さんに関わることでございますので、関心を持たれている方は一定数おられるのではないかというふうに考えております。で、現在市の公式ホームページでは移住支援情報の中で四万十の魅力という項目を設けておりまして、そこの中で学校給食に関する説明を掲載はしておりますけれども、文書表現になっているということでございます。先ほど学校教育課長から答弁ありましたように、特徴を表す呼称、例えばネーミングみたいなものがあれば、例えば移住希望者が検索された際に本市の情報をご覧いただくきっかけになるのではないかということで、移住につながる可能性もありますし、効果もあるのではないかと思っております。今後も情報発信がやはり鍵になりますので、そういったものを意識しながら少しでも本市の魅力が伝わるよう努めてまいりたいというふうに考えております。鳥谷敬成議員。はい、ご丁寧なご答弁をありがとうございます。NPO さんとも連携して情報発信などは可能でしょうか。山崎企画広報課長。はい、お答えをいたします。
ホームページについては市のホームページと NPO も公式の専属のホームページを持っておりますので、その情報を共有して発信することは可能でありますので、そういったところの調整もしてまいりたいと思っています。鳥谷敬生議員。はい、ありがとうございます。執行部の皆様が頑張って、続けてこられたこの素晴らしいお取り組みですので、ぜひ多くの方に知っていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、続きまして、3つ目のご質問に移らさせていただきたいと思います。看護大学の誘致について、ご質問させていただきます。まずですね、いろいろとこの大学誘致に関して非常に大きな事業でございますので、メリットもあれば懸念される事項、またリスクなどあるかと認識しております。またですね、私の個人見解ではございますが、メリットの部分としては、例えば私は高知県香美市の高知工科大学に通っておりました。その中でやはり高知工科大学があることで、地域の飲食店、スーパー、不動産、自動車や自転車や、またイベントの開催、学祭などによる地域の住民の方との交流、そして、地域で人手が足りていない、例えば農作業を、生姜を掘ったりとか、柚子を収穫したり、また家庭教師をしたり、学生がいることで、さまざまな経済的な効果、また人との交流、こういったことが生まれていたというとも、数値としては私は今持ってはおりませんが、実際に通っていたものとしては認識をしております。一方で、当然地元の方々いろんな懸念事項あることを認識しております。例えば本市から約10億円の補助金を出すのであれば、さまざまな考えられるリスクに対しては事前に協議契約を締結し、後々からトラブルにならないような運営が大切かと考えております。本日は1から2番の質問に対しては先ほどご答弁されておりますので、3番4番についてのご質問をさせていただきたいと思っております。まず、すみません、ちょっと一部訂正なんですけれども、質問内容、本市から10億円以上の補助金を出す可能性について、ということで、中平市長の方にご答弁ご認識をお願いしたいと思います。中平市長。まだ時間がありますので、じっくり時間を取ってご説明をいたしたいと思います。特に鳥谷議員は行政出身ではありませんので、一般から議会に上がりました。普通行政といいますのは、例えばいろんな建物である、あるいは道路なんかにも発注した場合に、そして途中からそれがいろんな形で変わった場合については変更を行います。と申しますのは、先般、近隣の町の方で、総合文化センターを15億円で建てるという計画でしたけれども、6億円ぐらい増えて、もう一回議会として話し合いをしないといけないという新聞記事も出ておりました。ただこれは言っておきますが、ウェルガーを前提に張って話しありませんので、それが一般的にそういう形になっております。でウッドショックと、またあとロシアによるウクライナ侵攻で、大変資材等々が高騰しております。そこの中でも当初お約束をしましたように、どうしても10億円以内で抑えないといけないということもありまして、国の空き家対策の事業、あるいは地方創生交付金の事業を入れました。これにつきましては合併推進室の区参事、そして担当が大変骨を折った中で、国と調整をした中で今進めているのが現実でございます。今申しましたように大変厳しい状況ではございますけれども、できる限りその10億円以内で抑えるようにこれからも進めていくつもりでございます。そしてまた同時に、実は今回中医学研究所、そして、旧下田中学校を活用するということで、もうすでにその中医学研究所につきましては改装が終わりました。で下田中学校についてはこれからでございますけれども、議員ご存知かどうか分かりませんけれども、中医学研究所につきましては
旧また合併前の旧中村氏当時東洋医学の里というすごい構想のもとで、僕もこの構想はすごい好きながですけれども、平成13年か14年ぐらいに始まって、そして自分が副市長助役になった平成19年ぐらいに終わりました。10年も経たないうちに開店休業で、そのまま建物は電源も全て切っておりましたので、今回その中医学研究所の設備費が自分たちの想定より約1億円ぐらい高くなりました。と申しますのは、全ての電源を切っておりましたので、その電源関係を全て取り替えなくてはいけませんでした。これは少しでもやっぱ活用してたらこういう形にはなってなかったわけですけれども、また同時に下田中学校についてももう調べたところ老朽化をして、なかなか手を入れないと、もう使えないというのが現状でございました。まあ、こういう形の中で今回その2つを改装いたしますので、これは大学もそうですけれども、これから南海トラフが想定した地震であるとか、また地域の健康づくりとか、そういういろいろな面で活用いたしますので、その面のメリットというのは大きいのではないかなと思います。また同時にもうすでに約8億円ちょっとのものを発注いたしましたけれども、当初10億円のが15億円ぐらいになると思いますけれども、これはすべて地元に発注をしておりますので、これが蜃気楼のように消えたお金ではありません。全部地元に発注をしておりますので、それも地元の素晴らしい建設業者2社が中医学研究所、そして下田中学校を落札していただきました。今回の開会当日に承認を受けましたけれども、そういう形でありますので、10億円が蜃気楼となるものではありませんので、そこら辺りのご理解はよろしくお願いいたします。ただ言いましたように、極力収めるような形でこれからも鋭意努力をしてまいります。鳥谷圭成議員。はい、中平氏ありがとうございます。発注先についても地元に、されていると、で、地元でお金が回るように、極力気をつけられておるということで、認識をいたしました。はい、ありがとうございます。ではですね、4番目、詳細の部分も契約締結の必要性についてにで お伺いしたいと思います。もしですね、質問に対して決まっていなければ、これからしっかり検討すればいいと、暫時検討していく必要があると考えておりますので、決まっていないのは決まっていないとお答えいただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。まず1つ目、実際に生徒が集まらなかった場合、運営補助金を出すことを市としては考えているかについて教えていただきたいと思います。中田企画広報課副参事。はい、現時点では運営補助金、出すことは考えておりません。以上です。はい、ありがとうございます。慶成議員。失礼しました。ありがとうございます。続きまして、地震などの天災で大学建物が破損した場合、費用負担はどのようにお考えですか。中田企画広報課副参事。はい、市の建物については、公益社団法人全国私有物件災害共済会による建物総合損害共済に加入しております。こちらで、火災や落雷、風水害等において、災害共済金として支払われるということで確認を取っております。ただし、地震というふうにおっしゃられましたけど、地震の方は特に加入の方はしていないということなので、そちらについては今後協議していく必要があるかと思います。以上です。鳥谷圭成議員。はい、地震はまだ加入されてないということで、結構地震が保険金で入ってない場合も実際の民間の保険ではあると思いますけど、そのあたりのご認識はいかがですか。中田企画広報課副参事。はい、市の建物はすべて地震保険には加入していないということでお聞きしております。ちょっと答弁になっているかどうか分かりませんが、はい、以上です。はい、分かりました。ありがとうございます。鳥谷圭成議員。はい、続きまして、法人都合で施設を改修する場合は、市としては補助金を出す意向はございますでしょうか。中田企画広報課副参事。はい、使用貸借契約書にもありますが、有益費義等、学校法人で行う場合は、学校法人が負担するということでなっております。以上です。鳥谷圭成議員。
はい、ありがとうございます。続きまして、留学生を募集する場合には事前に大学から通達してもらえるのかということについてです。大変指示で恐縮ではございますが、私は高校時代、明徳義塾高校に行き、4人部屋でした。ルームメイトが、韓国人、中国人、ベトナム人と4カ国揃った、大変国際的な部屋でございました。また大学時代にはケニアのマサイ族の村に井戸掘りに行ったり申しました。全く違う文化、宗教など背景に持つ方々と接するのは大変楽しい反面、お互いの理解に苦労することもございました。やはり、海外の方が、どれくらい来るかまだ全然想定もされてないと思いますが、事前にそういった通達などしてもらえるのでしょうか。教えてください。中田企画広報課副参事。はい、現在そういう具体的なお話の方はないんですけれども、今現在募集はしていないということで、募集をすることになれば話はあるというふうに認識しております。以上です。鳥谷敬成議員。はい、ありがとうございます。しっかりと通達があるということで、ご理解いたし、理解してました。また今後はですね、さまざまな想定できないような出来事、コロナなども含めて起こってくる大変、いろんな情勢が起こる状態ではございますが、引き続き考えられるリスクに対しては早めの協議をし、相互理解を進めていく必要があると思います。しかしながらですね、当然疑問点もありつつ、一緒になって進めていく上で、経済活性化も期待が大きいと思いますので、お互いにとってより良い運営ができるよう共に考えていければと思います。これで答弁を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、以上で鳥谷敬成議員の質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日14日の日程は提出議案等に対する質疑委員会付託であります。本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労様でございました。